ヒサの美天望広場ヒサの花は、山口県下関市吉本麻岬にある、本州最西端の岬である。本州西端で、響き灘に面する位置にあり、北緯34度6分39秒、統計130度51分37秒、北緯34.11083度、統計130.86028度、34.11083、130.86028、 西へ約5キロメートルに二井島がある。岬には海抜1 2 0ルのところに駐車場の備わった展望広場がある。入場できるのは8時18時である。日本海に沈んでゆく夕日は本州本土で一番遅い夕暮れとして下関観光キャンペーン実行委員会に宣伝されている。本州最生誕の地、久の花の到達証明書。 JR 下関駅、新下関駅構内の観光案内所で1枚100円にて発行している。下関観光キャンペーン実行委員会への郵送でも発行可能である。また、本州の東西南北最短の地で提携、推進している本州4端ネットでは、本州4担当ハラリーを開催している。本州4端を訪れた旅行者を対象とし、 本州四丹の到着証明書のコピーまたは本州四丹に到着したことがわかる本人が写っている写真を本州四丹協議会へ郵送することで本州四端当派証明書と記念品がもらえる仕組みとなっている。なお、厳密な本州最西丹である岩場にも石碑が建てられている。しかし、下関市の最終処分場である 下関市環境部基地母,母管理場の敷地内であるため、一般者は自由に見学することはできない。基地母,母管理場の事務所で許可を得れば、石碑の見える場所まで立ち入ることができる。ただし、処分場を埋めた手地のさらに先の険しい断崖の岩場に立っており、そこまで安全に到達することは事実上困難である。そのため、下関市はこちらを案内していない。 ありがとうございます。